私立大学の53.3%が定員割れ。私学事業団の調査で600校ある私立大学のうちの320校が定員割れ、入学者数50万599人に対して入学定員が50万2635人でついに逆転してしまいました。私立大学の収入の8割は学費ですから定員割れは大変。 経営的にも厳しいといいとととうことが分かると思います。ちなみに私立女子大は69%が定員割れということでもはやジャンルとして存続できるのかという状態が近づいていますところで2024年の春に私立大学がさらに3校増えることが決まっています北海道の札幌に経営学部の女子大ができますね仙台と愛知県は医療系です 18歳がまだ112万人いてすでにこの状況ですから、18歳が74万人しかいない2041年を想像してみましょう。焼け野原と言わざるを得ません。現状でも都会の大規模私立大学に志願者は集中し、受験生は偏差値で選ぶ傾向がどんどん強まっています。偏差値というか、大学のブランドですね。だって、有名私立大学にどんどん入りやすくなっていくわけですよ。 そりゃ上の方に行けば行くほど入りにくくはなるんですが、それでも年々入りやすくはなっていくわけですね。教育内容は関係がありません。残念ながら、素晴らしい教育をやっている小規模な大学というところは、ブランド力が低い、偏差値が低い、受験難易度が優しい、指定校推薦で取りすぎ、一般選抜で行く人はいないということで、どんどん不人気になっていき、存亡の危機になっていく可能性が高い。 教育内容がいい大学だから評価されるべきで、受験生が選ぶべきで、生き残るべきだというのは、大学業界から見た目線に過ぎないんですね。大学の教職員の中では、あの学校いいよねっていう話になるのは、よくわかりますが、現実に受験生が選ばないというのは、極めて厳しい現実で、こっちが正義です。まあ、あくまでも高校側から見ればですね、選ぶ方に選択権があるんで、 教育内容がいいから偏差値が高い方の大学に行くのはやめますっていう人は残念ながらいない。もうこの現実を受け止めた上で各大学が生き残り方を模索していくしかない。小さい、歴史が浅い、受験難易度が低い、どうしてそういう新設大学を2 3 0年増やしまくってしまったんだろうと思いますけど、まあ、ロードサイドにできる店みたいなもんで、店ができて潰れるのを統制できないんですね。 こういう時代が来るから、10年、20年前に大学を認可しませんということができなかったんで、増えまくっちゃって自由に潰れろと、国文部科学省は思ってるとしか言えない。さて、大変申し上げにくいんですが、なくても困らない学校はどんな大学なんだろうということで、まずは近所に類似した上位台がある。すぐそばにもっと偏差値が高い大学が転がっていれば、当然、高校、親、受験生はそっちへ行くわけで。 だから都市部こそやばいんですよ。地方よりもですね、都市部こそやばいです。都市部の一番下の方の大学から、まあ、必要とされなくなっていく。国家資格系ではない。とはいえ、今や保育、福祉、看護ですら定員割れの大学が現れており、いわゆる資格系大学なら安泰というわけではありません。ただ、単なる文学部とかの大学は、まあ、かなり厳しいだろうなと。まあ、女子大見ての通りですね。 特特筆すべき特徴や個性がない偏差値の競争ではなくて、特定の学問分野に強いとか、何か素晴らしい個性や特徴があるという大学は、偏差値に関係なく選ばれる傾向がある。が、多くの大学がその特徴や個性がないんですね。特に国家資格系は教育内容が国家資格に直結しているから、個性の出しようがありません。ということで、まあ、特に教育上の個性がない。人文系でも別に、 国文、英文、文化みたいなのは、まあ、他の偏差値が高い大学やマンモス私立大学に同じ学問分野があれば、当然そっちへ行くわけです。で、えー、規模が小さく、経営が苦しい、なんとか高校は名門だから残そうみたいな感じの大学、いっぱい見受けられますね。ということで、まあ、こういう大学から危なくなっていくだろう。特定の大学が危ないから行くなというつもりはありません。選ぶのはお客さんです。なので、私や 他の人があの大学が危ないなんてことを言おうが言うまいが、選ぶのは受験生側なので、別に風評被害も何でもありません。女子大でもよく言われるんですけど、今女子大が厳しいというのは客観的な話をしているだけで、それを聞いたから女子大行くのやめようという人はいないと僕は思います。価値のある女子大は生き残れます。ということで、ぜひですね、皆様の大学が市場から見て、 なくても困らない大学にならないように、まあ、皆さんの方で2040年に生き残れる大学を目指して工夫をしていただくというのが重要になってくる。何にせよもう私立大学の半分はこう構造不況みたいな状況ですね。はい。製鉄所が撤退する感じです。が、大学というのはなかなか自らの意思で潰せません。ということで、高校生、受験生、保護者の皆さん、高校の先生側の立場に立って言えば、 潰れそうな大学を選ばないことが重要になってきます。残念なんですが、入りやすい大学の中には、10年、20年後には存続しない大学があるだろう。ってなっていくと、またですね、有名大学、伝統校、偏差値が高い、規模が大きいというところに受験生は行きたがると。しかもそういう大学も入りやすくなってくる。そんな私立大学の53.3%が定員割れする2023年。これは始まりに過ぎません。 状況はどんどん悪化していくと私は考えています。